はい、どこに行っても治らない、重症の症状を、解決させる、治療科の三田翔平です。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、運動、セルフケアね、セルフケアとかストレッチとか、エクササイズとかサイズとか、まあそういったものの、なんていうの、やり方じゃなくて、その目安やり方方法じゃなくて、その何の話しようと思ったか、運動とかセルフケアとか、そのストレッチのどれぐらいのペースでやったらいいですかとか、どれぐらいの自分に合う方法回数とかね、どういうのがありますかっていう、どうしたらいいですか、それね、人によってそれぞれ違うから、見ていてほしい、分析していてほしい。自分で、いろいろ試して、ちょっとデータを取っていってほしいなと思う。その方法をね、ちょっとレクチャーしようと思ってね。今回はね。他のなんか治療院で行ってなんか、そういうのやれって言われてやって余計痛くなったとか、ヨガとかね、プールとか行ったけど、帰って悪くなったんですとか、そういうこと結構ありませんか？そういうね、患者さん結構多いと思うし、うん、僕が やる、セルフケアとか伝えるときとかもこれ一番言ってるんですけど、まずね、その運動動作トレーニングとかが自分にフィットしてるのかっていうのを探るために、回数とか、あと歩くウォーキング、ちょうどそこ長井公園あるんですけど、長井公園一周3キロかなあんねんけども、自分が今の状態でどれぐらいのペースで、どれぐらいの時間で、どれぐらいの距離を歩いたらちょうどいいのかってわからないじゃないですか。それどうしたらいいんですかって聞かれてもわからないんですよ、みんな。だから試していかなあかんのね。うん、距離とかね、距離、時間とか、うん、あと重さとかもいろいろあると思うんですね、トレーニングとかだったら。僕はあんまり重量物とか使わさないんですけど、うん、いろいろあると思うんですね。ね、まず試していってみる。回数とかだったら、例えば、5回から始めてみるとかね。で、次8回。で、次10回とかね。距離だったら、例えば、長井公園とかだったら、一周結構きついと思う。3分の1から始めて、の距離から始める。ほんで、もう一回、3分の2にしていく。ほんで、一周、回ってみるとかね。時間もそう。時間も。まず、3分から始めるとか、次、10分やってみるとか、次、15分やってみるとか、うん。重さとかもね、軽めから、軽め、中等度、で、重いって言うのね。うん、こういうふうな感覚でこう分けてやっていってあげる。で、調子いい時と、その日ね、調子いい時、時間余裕ある時、やる気ある時と、しんどい、時間ない、うん、やる気ないっていう時っていろいろあると思うよ。その時のテンションとか、その時の状態に合わせて、もちろんやったらいいんだけど、やる気あるときとやる気ないとき、しんどいときとしんどくないときのペース一緒にやったらあかんよね。だから、歯磨きと一緒で、もう毎日習慣、いくらしんどくても、時間なくても、毎日やれる方法を作ってほしいですね。絶対にテンションで決めない、やらないとかじゃなくて、絶対やらなきゃいけないんで、セルフケアとかはね。だから、もう一回でもいい。極端に言ったら。ね。普段10分やってるのを、1分でもいい。とにかく、しんどかったら、いつもは10回やってるんだけど、今日は5回にしとこうとか。うん。で、調子いい時、いつも8回やってるけど、今日は10回にやってみようとか。あ、10回やってしんどくないわ、いけるわ。ほんなら10回やればいいんですよ。あ、10回しんどいな。5回にしとこう。5回ちょうどいいわ。ほんなら5回でずっとやればいいんですよ。ほんで、調子いい時とか、まだ、だんだん慣れてきた時とかは8回にしていったり、調子いい時は10回にしていったり、距離とかもそうね。公園一周3分の1、1キロ歩いて、あ、いけるわ。うん、2キロ行こう。いけるわ。
2キロ今日2キロで行ったけど、次の日なんかね、2キロの時しんどかったやん。ほんなら1キロに戻そう。1キロやっていく。ああ、これいけるわ、ちょうどいいわ。うん。まあちょっと慣れてきたから2キロに行こうって。ああ、でもなんか2キロいけるようになってきたな、とかって言ったら、そういうふうにやってたやん。でも今日調子悪いね。時間ないね。でもなんかちょっとやっときたいね。ほんなら3分の1よりも少なくてもいい。でも、やっといたらいいんですよ。時間もそうね。うん。要は、これもどっかでね、動画でお話ししたと思うんですけど、その時の、自分でできる範囲っていう部分が、こうやっていったら分かっていくん。データ取っていけるのよ。それがマニュアルになるし。だから、調子いい時、悪い時、時間ある時、ない時、やる気ある時、ない時でも、できる方法っていうのを、パターンを作っとけばいいんですよ。パターンを。うん、このパターンしてるときは調子いい。このパターンしてるときは調子悪くなる。このパターンしてるときは、時間ないながらもできる。このパターンしてるときは、すごいこう、なんか、あと、なんか楽になる。で、こういうことしていったら、あとしんどいね。こういうことしていったら、もうなんか最悪や。この時したらっていうことは、やっていってね、覚えていったらいいんですよ。それはもうやらんかったらいいんですよ。それもやっていいから分からへんからね。うん。だから試すっていうことがすごい大事。うん。これが一つ。こういう運動とか普段のこの、セルフケアとかストレッチとかそういうのの目安ですよ。その人の合う。ね。それでもおかしかったら、そのやり方がおかしいとか、そもそものことだっけ、そもそもね、話になってくるんだけど、うん。だからそういうのはきっちり教えてもらって、きっちりね、修正してて、見てもらう、監視してもらう環境を、に身を置いとかないといけないんだけど、うん、うん。そういうふうにね、ちょっとね、意識してやってもらったらいいかなと。はい。また分からんことがそういうのいろいろやっていたって問題出てくるからね。そういうのあったらまたね、連絡ください。はい。参考になったら思ったらグッドボタン押して、ね、LINE アート登録して情報を取っていってください。はい。では今日これで終わっていきます。はい。またね。失礼します。